内木西米から1955年は、日本の実業家、文化人。日本新薬の創設者、島津製作所、日本電池、京都織物などの役員を歴任。北大路三人等のパトロン。元京都市長、内木神三郎の長男。落北や城南に広大な土地を保有した。田中玄太郎、中井三郎兵衛らと共に、京都四天皇と呼ばれた。 1878年、京都市初代市長で、実業家の内木人三郎の長男として生まれる。和仏法律学校を卒業後、実家の五福ン屋、千清志を継ぐ。1919年に、市、の瀬線とと共に、日本新薬を創設する。また、島津製作所、日本電池など多くの企業で役員を務める。百二十八年から百三十四年、 1936年から1941年まで、財団法人立命館の協議員を務めた。1955年に死去、77歳。文化人としても知られており、北大路路三人、村上科学、富田武仙、小松一氏など多くの芸術家の支援を行った。内木清兵内木清兵、k-o-t-o-b-a-n-k.jp。O T o B N 2018年10月8日閲覧。ロサン人の美意識、内木清兵の芸術サロン。s ウェブリーインフォ、2018年10月8日閲覧。出展、京都法制学校創立事務所その場所と人をめぐってちょ、久保田賢治、立命館百年式用、第20巻父、内木仁三郎も、京都法制学校の設立参上院を務めた、北王子ロサン人ン。 対象の日本画現代美の源流を探る日本美術全集第22巻小松一史美術館小松一史略年譜ありがとうございます。